1948年、セント・ジェームズ・シアターにてオーディションを行うロジャース、ハマースタイン、アービング・バーリン、ヘレン・タミリース。ロジャース&ハマースタインは、アメリカ合衆国の作曲家、リチャード・ロジャースと作詞家、オスカー・ハマースタイン2世のコンビ、あるいは彼らによる作品を指す。1940年代から1950年代のミュージカル黄金時代とされた頃に、ブロードウェイの人気ミュージカルを制作していた。ブロードウェイミュージカルのオクラホマ、回転木馬、南太平洋、王様と私、サウンド・オブ・ミュージックの5作品、及びテレビミュージカルのシンデレラは特にヒットした。フラワードラムソングを含み、存命中に上演された他のブロードウェイ4作品もヒットし、失敗作とされるものはない。ロジャース&ハマースタインの作品の多くは、プロアマ問わず世界中で何度も再演されている。多くの賞賛を受けており、トニー賞34賞、アカデミー賞15賞、グラミー賞2賞、そしてピューリッツァー賞を受賞している。ロジャース&ハマースタインは20世紀最高のミュージカル作家パートナーシップとされている。パートナーとなる以前からすでに、ロジャースもハマースタインもそれぞれ成功を収めていた。ロジャースは20年以上、ロレンツ・ハートとコラボレートしており、Aコネティカット・ヤンキー、ベーブス・イン・アームス、ザ・ボーイズ・フロム・シーロキュース、パル・ジョーイ、バイ・ジュピターなどのブロードウェイミュージカルのほか、映画でも多くのヒット作を生み出していた。ハマースタインは、ルドルフ・フリムルと共にオペレッタ、ローズ・マリエオ、シグマンド・ロンバーグと共にオペレッタ、ザ・デザート・ソング、ザ・ニュー・ムーンを共作し、ジェローム・カーンとのサニーのヒットで成功し始めた。カーンとのミュージカル、消防とはアメリカのミュージカルの最高傑作の一つとみなされている。カーンとのコラボレーションには他に、スイート・アデリーヌ、ベリー・ワーム・フォー、メイなどがある。ベリー・ワーム・フォー・メイは、批評家から酷評されたが、使用楽曲、オール・ザ・シングス・ユー・アーは、カーンとハマースタインのコラボ作品の中で、最も人気の曲となった。1940年代初頭までに、ハートは深刻なアルコール依存症及び情緒、不安定に陥り仕事にならなくなり、ロジャースはハマースタインにコラボレーションを持ちかけた。ロジャースもハマースタインもそれぞれリンリグスの戯曲、グリーングローザ・ライラックスのミュージカル化を検討していた。ハマースタインの提案をカーンが断り、ロジャースの提案をハートが断ったため、ロジャースとハマースタインは初めてコラボレーションすることとなった。この結果、グリーングローザ・ライラックスを原作としたオクラホマは革新的ミュージカルドラマとなった。感情の深さや複雑な心理を描いたミュージカルは初めてではなかったが、オクラホマは多くの新たな構成や技術を用いていた。物語を語るのに演技よりも歌やダンスを使用し、すべての曲に意味を持たせた。オクラホマは当初、Away We Go と名付けられ、1943年3月、コネチカット州、ニューヘイブンにあるシュバートシアターで開幕した。ブロードウェイ開幕前に、いくつかの変更が行われた。主な変更点は、盛り上がりの曲、オクラホマの追加曲、Boys and Girls Like You and Meをカットして、People Will Say We Are In Loveを追加された曲に合わせたミュージカル作品自体の最大の3点であった。1943年3月31日、セント・ジェームズ・シアターで、オリジナルブロードウェイプロダクションが開幕した。当時のミュージカルは、エッセル・マーマンやフレッド・アステアなどのスターを中心に上演することが通例であったが、このプロダクションではスターを起用しなかった。アルフレッド・ドレイク、ジョーン・ロバーツ、セレステ・ホルム、ハワード・ダ・シルバ、ベティガード、リー・ディクソン、ジョセフ・バロフがオリジナルキャストとして出演した。マーク・プラットがドリーム・カーリーのキャスリン・サーガバがドリーム・ローリーのダンスを担当した。オクラホマでは、スターの魅力よりも、物語や音楽がより重要と考えられていた。2212回上演し、当時かつてないほどのロングラン公演となり1948年5月29日に閉幕した。前述のPeople Will Say We Are In Love やオクラホマのほか、Oh, What a Beautiful Morning, The Sally With The Fringe, On Top, I Can, T 性能など、使用楽曲の多くがスタンダードナンバーとなっている。1955年、トッド AO システムによる 70mm フィルムのワイドスクリーンで史上初めて撮影された映画版オクラホマが公開されアカデミー賞を受賞した。ゴードン・マクレー、シャーリー・ジョーンズが主演し、サウンドトラックオクラホマは1956年のアルバムチャートで第1位を獲得した。オクラホマの成功の後、ロジャース&ハマースタインは一旦離れ、ハマースタインはジョルジュ・ビゼーのカルメンを現代の南部に置き換え、登場人物をアフリカ系アメリカ人にしたブロードウェイミュージカルカーメン・ジョーンズの脚本執筆及び作詞に集中した。1954年映画版カルメンが制作され、主演のドロシー・ダンドリッジがアカデミー主演女優賞にノミネートされた。1945年4月19日、モルナール・フェレンツの戯曲、リリオームのミュージカル化、回転木馬が、ルーベン・マムーリアン演出によりブロードウェイのマジェスティックシアターで開幕し、890回上演の、後1947年5月24日に閉幕した。ジョン・レイト、ジャン・クレイトン、ジーン・ダーリング、クリスティン・ジョンソン、バン・ビリンが出演した。ザカルーセル・ワルツ、If, I Loved You, ジュニーズ・バスチン、Out All Over, You'll Never Walk Alone などの使用楽曲がヒットした。当時、回転木馬も革新的作品とされた。ヒーロー的でない主人公の死が描かれる最初のミュージカルの一つとなった。ストーリーに重要な大掛かりなバレエのほか、歌、セリフ、ダンスのある長い音楽シーンが複数含まれている。1956年の映画版、回転木馬はシネマスコープ55で撮影され、映画、オクラホマ。主演のゴードン・マクレー、シャーリー・ジョーンズが、再び主演した。ロジャース&ハマースタインのミュージカルでは珍しく、序曲がなく、舞台版画も映画版画もどちらも、カルーセル・ワルツで始まる。ジョン・モーチェリ指揮のハリウッド・ボール・オーケストラによる、フィリップスレコードのロジャース&ハマースタイン序曲コレクション CD、および1954年のロジャース式のニューヨークフィルハーモニックのコロンビアレコードのアルバムにカルーセルワルツが収録されている。1945年、ロジャース&ハマースタインの音楽および脚本によるフィルストングの小説、ステートフェアのテクニカラーミュージカル映画版が公開された。1933年のミュージカルではない。ウィル・ロジャース主演の映画、アメリカ祭のリメイクで、ジーン・クレイン、ダナ・アンドリュース、ディック・ヘイムス、ビビアン・ブレインが主演した。ロジャース&ハマースタインにとって、舞台版を経ずに、映画版を制作した、唯一の作品となった。大ヒットし、曲、It Might As Well Be Spring で二人にとって、唯一のアカデミー賞を受賞したが、他のブロードウェイ作品と比較して冒険心のない音楽であった。1962年、さらなるリメイク映画、ステートフェアが公開されたが成功しなかった。1969年、セントルイス・ミュニシパル・オペラにより、オジー・ネルソンとハリエット・ネルソンの夫妻が主演のミュージカル、ステートフェアが世界初上演された。ハマースタインの息子のジェームズ・ハマースタインが演出。ロジャースが監修、トミー・チューンが振り付けを担当した。1986年3月27日、デイビッド・メリックのプロデュース、ダナ・マカクニー、アンドレア・マカードル主演で、ブロードウェイで開幕し、トニー賞5部門にノミネートされた。1949年4月7日、ブロードウェイミュージカル、南太平洋が開幕し、5年以上上演され、続けた。バリーハイ。春よりも若く、魅惑の宵などの使用楽曲がスタンダードとなった。1948年に、ピューリッツァー賞フィクション部門を受賞したジェームズ・ミッチェナーの南太平洋物語の2本の短編をもとにしている。1950年、ロジャース&ハマースタインは、共同著者のジョシュア・ローガンと共にミュージカル、南太平洋で、ピューリッツァー賞戯曲部門を受賞した。オリジナルキャストには、メアリー・マーティン、オペラスターのエツヨ・ピンツァなどがいる。他に、ファニタ、ホール、マイロン・マコーミック、ベタ・セント・ジョンなどが出演していた。1958年、映画、南太平洋が、ローガンの監督により制作され、ミッツィ・ゲーナー、ロッサのブラッツィ、ジョン・カー、レイ、ウォルストン、ファニタ・ホールが出演した。ブラッツィ、カー、ホールは、他の歌手が、歌の吹き替えを行った。1860年代初頭のシャムのラーマ4世の子供たちのガバネスであったアナ・リオノーンズを描いた、マーガレット・ランドンのアンナとシャム王を元にしたミュージカル、王様と私が、1951年5月29日、ブロードウェイで開幕した。ガートルード・ローレンスがアンナ役を演じ、ほぼ無名であったユル・ブリンナーが王様役を演じた。アイホイッスル A ハッピーチューン、ハロー、ヤングラバーズ、ゲッティング2ノーユー、ウィー、キスイン、A シャドウ、サムシングワンダフル、アイハブドリームド、シャルウィダンスなどの使用楽曲がヒットした。1956年、映画、王様と私が制作され、ブリンナーが王様役を再演し、デボラ・カーがアンナ役を演じた。ブリンナーはアカデミー主演男優賞を受賞し、カーはアカデミー主演女優賞にノミネートされた。ブリンナーは1977年、1985年のブロードウェイ版で再演したほか、1972年に短期間で終了したテレビ版、アンナと王様でも王様役を再演した。著名な童話のシンデレラを元にし、ロジャース&ハマースタインにとって唯一のテレビミュージカルとなるシンデレラが1957年3月31日 CBS で放送された。1億700万人以上が視聴し、シンデレラ役で主演したジュリー・アンドリュースがエミー賞にノミネートされた。当初、ロジャース&ハマースタインは NBC と契約していたが、CBS がアンドリュースの出演を条件に話を持ちかけてきたため二人はすぐに乗り換えた。後にロジャースはジュリーと共に仕事ができるチャンスだったからと語った。他に、エディ・アダムス、ケイ・バラード、アリス・ゴスリー、ジョン・サイファーが出演した。カラーで放送されたが、ネットワークはアンペックスの新しい白黒ビデオしか所有していなかったため白黒置き猫しか残っていない。マイオンリトルコーナー、10ミニッツアゴー、アイメットユー、インポッシブル、イッツポッシブルなどの使用楽曲がヒットした。1957年のテレビミュージカル版の成功により、1965年、レスリー・アン・ウォーレン、セレステ・ホルム、ウォルター・ピジョンが出演したリメイクが制作され、さらに1997年、ABC で、ブランディ、ホイットニー・ヒューストン、バーナデット・ピータース、ウーピー・ゴールドバーグが出演したリメイクが制作された。舞台版がロンドンなどで上演され、2013年、ダグラス・カーター・ビーンが脚本を改訂し、ロジャース&ハマースタインの他の作品から4曲を追加し、ブロードウェイに進出した。1950年代後期のサンフランシスコのチャイナタウンを舞台にした1957年のC.ワイリーの小説、フラワードラムソングを元にし、1958年、ミュージカル、フラワードラムソングが制作された。この作品で、ダンサー、歌手、俳優のジーン・ケリーが演出家デビューした。物語は、若い中国人女性が若く裕福な中国系アメリカ人男性との結婚のため、アメリカに密入国するが、その時すでに男性は、ナイトクラブのダンサーと交際している。ロジャース&ハマースタインの5大ミュージカルには入らない、までも成功を収めており、ほとんどがアジア人出演者という新境地を開拓した。1961年の映画版、フラワードラムソングは、制作費に見合わず、ロスハンターのプロダクションは、ユニバーサルスタジオを離れた。2002年、ブロードウェイ再演ではレア・サロンガが主演し、デビッド・ヘンリー・ファンが脚本を改訂したが、世代や移民のテーマやオリジナルの楽曲のほとんどは残された。トラップファミリー合唱団物語を元にし、ロジャース&ハマースタイン最後の作品となるミュージカル、サウンド・オブ・ミュージックが制作された。メアリー・マーティン、セオドア・ビケルが主演した。1959年11月16日、ブロードウェイのラント・フォンテーン・シアターで開幕し、高評価を受け多くの賞を受賞した。以降何度も再演されている。1965年、映画、サウンド・オブ・ミュージックが制作され、ジュリー・アンドリュースとクリストファー・プラマーが主演した。アカデミー賞において、作品賞、ロバート・ワイズに対する監督賞を含む5部門で受賞した。1960年8月、映画が完成する前に作詞家のハマースタインが亡くなり、ロジャースが一人で映画のための新曲2曲、I Have Confidence、Something Good を作詞を含めて作曲した。ブロードウェイミュージカルの映画化で、最も興行収入において成功し、ロジャース&ハマースタインの他のミュージカルに比べて、多くのヒット曲を生み出した。テーマ曲の、サウンド・オブ・ミュージックのほか、ドレミの歌、私のお気に入り、すべての山に登れ、さようなら、ごきげんよう、もうすぐ17歳、エーデル・ワイスなどが、ロジャース&ハマースタインの音楽の普及の名作の一部となっている。ロジャース&ハマースタインはミュージカル界の歴史を変えた。それまでプリンセスシアターのミュージカル及びハマースタイン&カーンの小ボートを除く20世紀初頭のミュージカルは通常奇抜または茶番的であったりスター俳優を中心に上演されていた。ロジャース&ハマースタインの作品の成功により、多くのミュージカルが、テーマに沿った示唆に富む話の流れを持つようになり、芝居、ダンス、歌、ストーリーが、すべて一体化するようになった。スティーブン・ソンドハイムは、ロジャース&ハマースタインから、多大な影響を受けていると語った。また、ロジャース&ハマースタインの作品には、お決まりの型があるとされる。これを称賛する者もいれば、先が読めるとして批判する者もいる。お決まりの型とは、話の先が読めること以外に、配役についても言及している。強いバリトンの声の俳優を、男性の主役に、優美で明るいソプラノの声の女優を、女性の主役に、テナーやアルトは、助演に配役される。この概念には、例外もあるが、人選を容易にし、ロジャース&ハマースタインが観客に伝えたいことを声で届けることができる。ただしこのお決まりの方はメリー・ウィドウなどのウィーン・オペレッタでも見られる。ウィリアム・ウェイ・ベレットとポール・アール・レアドはオクラホマについて小ボートと同様に節目となり、その後の複数の歴史家がロジャース&ハマースタインのオクラホマが20世紀の舞台史の重要なポイントと認識されるようになったと書いていると記した。マーク・ラボックは、ザ・コンプリート・ブック・オブ・ライト・オペラの中で、オクラホマ。以降、ロジャース&ハマースタインは、回転木馬、王様と私、南太平洋などミュージカル界に最も重要な貢献をした。彼らの作品は、社会思想に富むものが多く、他の才能ある、ミュージカル脚本家の指針にもなっていると記した。1950年、ロジャース&ハマースタインは、ニューヨーク100年協会より、ニューヨーク市への貢献を称えられ金メダルを受賞した。1999年、アメリカ合衆国郵政公社において2人のパートナーシップを称え記念切手が作成された。ニューヨーク市の劇場はロジャースにちなんだ、リチャード・ロジャース・シアターと名付けた。2009年、フォーブスは亡くなった著名人で、最も収入の高い人物リストにおいて、ロジャース&ハマースタインを2億3500万ドルの収入があったとして、第2位に位置づけた。2010年、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールで行われた BBC プロムスのコンサートにおいて、ジョン・ウィルソン・オーケストラが、ロジャース&ハマースタインの作品の映画版の音楽を再現及び演奏した。ロジャース&ハマースタインはテレビの生放送に何度か出演したことがある。1948年6月、CBS のトースト・オブ・ザ・タウン初回放送にゲスト出演した。1956年2月19日、クイズ番組、What's My Line 第298回にミステリーゲストとして出演し、目隠しをした回答者である、ランダムハウス創業者のベネット・カーフが正解した。1953年、MGM のブロードウェイへの道に出演し、自作曲においてロジャースがピアノを演奏し、ハマースタインが歌唱した。1958年、映画版、南太平洋の予告編に出演した。ロジャース&ハマースタインの作品は陽気で明るい曲が使用されている一方、人種差別、性差別、階級差別などの社会問題に真剣に向き合うことにより、20世紀初頭のミュージカルの喜劇的あるいは、感傷的な色調とは一線を画している。例えば、回転木馬では、ドメスティックバイオレンス、南太平洋では、人種差別を扱っている。また、トラップ一家の実話に基づいた、サウンド・オブ・ミュージックは、第三帝国によるオーストリア宣教をオーストリア人の視点で描いている。東欧系ユダヤ人出身。彼らが制作したミュージカルを映画化した20世紀フォックスでの作品ではクレジットタイトルでひときわ大きくロジャース&ハマースタインの文字が描かれる。ありがとうございます。